池袋はね、あんなに極端に駅を挟んでね、東部、西部、こんな作りの街は他にないですね。え、また西部の漢字が何とも言えませんね。俺が西部だ。てめえら池袋に来たんなら、うちで買え。他で買うんじゃねえぞっていう感じが何とも言えないじゃありませんか。ね、また横にあるパルコがね、うん、そうそう、なんか二人なんかしてるところが。で、このね、東部と西部というイメージがとっても池袋強いんですがね、実はもう一軒、誰にも気づかれずに、駅前なのに町外れという風情のところにね、あの三越が、何事もなかったように立ってるんでございます。ね、私が三越です。どうぞ皆様お買い物はうちで、もちろんあのお手洗いだけでもよろしゅうございますよ。使ってごらんなさい、使えるもんならっていう感じが三越は何とも言えないじゃありませんか。池袋の三越だけですよ、雰囲気が違うのはね。すいません、この町に来るつもりじゃなかったんですけど。僕らの頃だとね、クラスに一人ぐらいね、器用なやつがあのクラスに一人までいかないけど、二クラスに一人、三クラスに一人ぐらいはね、あのいわゆるジュゲム、落語の基本の長い名前のね、男の子のジュゲム、ジュゲム五行のすり切り、会社水魚の水魚松っていう、あのジュゲムの名前を言えるっていうようなやつがいたりしたんですよね。中学3年生の時にクラスメイトで、見た目は老けてないんだけどやけに渋い趣味のやつがいましてね、で落語が好きだったんですよ、そいつがね。彼の影響で見たり聞いたり読んだりほんの少しずつするようになって、であるラジオ番組を聞いて、だんだんそれがハマってって、で高校時代はもう本当に落語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 だったんですよね。前座の頃はね、寄席の興行は10日間でもって1興行で、前座どっかしらに入るんでございます。で10日間勤める、で楽屋仕事、楽屋に10日間おりますとね、いろんな兄弟子とか先輩方があのお小遣いをくれるんですね。お茶代として、まあ、3,000円、2,000円から3,000円ぐらいくださる、何人もくださるんで10日間耐えますと、これはいい額になりまして、それを千秋楽の日に前座でもって分ける、前座とお囃子さんでもってね、とね、見入りがいいとあの10日間のお小遣いが1人1万円ぐらいになったりとかするんでございますね。これが我々は楽しみでね。ただあの金分兄さんがね、一番上の時は千秋楽のセリフが違うんですよ、ね、普通の兄弟子はね、お今回ないくらになったぞっていうことだ、ね、この後に人がつくんですよ、あの人は。お今回ないくらになったよ、あそうっすか、ありがとうございます、ついちゃうのね、たしこれよ増やしたくねえか。映画研究会に入ったんですよ、友達に誘われたっていうのがあって、映画の絵の字も知らないんですけどね。ただ高校時代も落語が好きでやってて、で体育館でほらバンドの連中が演奏やったり、演劇部が演劇やったりするじゃないですか。落語っていう枠をだから学校が作ってくれたんですよね。で一人しか出せないと、だから本来だったら落ち研の中から誰が出るって話が済むんですけど、俺が落ち研でもないのに応募しちゃったんですよ学校に。ほんでおいおいってことになっちゃって、我が西大高校の学園祭の時ですね、これもう一枚ねどっかにあったはずだけど今回どっか入っちゃったんですね。そんなにお前スタスタ歩くなよ、早足でお腹大きいんだ、すいません、暮れの雨岡なんても芋洗うみたいに混んでんだからさ、お腹大きいんだから赤ん坊に悪いよ、おいスタスタ歩くなよ、おい大丈夫大丈夫平気だから、こうやって歩くとみんな避けてくれるの。モーゼの10階みたいに何言ってんだよ、危ないよ。な落ち研なんてね、自分から入りたくて入るやつなんてほとんどいないんですよ。うん、あんなのは。でやっぱりみんな騙されて入るわけですよ。だから僕は自分からあの新入生勧誘の時に落ち研のとこ行って入りたいんですって言ったら相当不審がられましたよね、むしろね。本当に落ち研だったですね、大学の頃は。好きで入ったことだから。で1年生の時なんかね、13単位しか取れなかったですよ。3年生になれなくってね、2年生2回やってね、5年間いたんですけどね。
うん、でうちのね親父に言われましたよ。留年した時に落ち研やめるか学校やめるかだとかって言われて、それよく考えたらどっちにしても落ち研やめなきゃなんないわけですよ不思議なこと抜かしやがんな親父、騙されるとこだったと思うんですけど。ケッタ、ケッタか、元気ってことだよな。最近やっぱ動き方激しいおかまかもしれない。なんでだよ男の子って言えよお前、女の子でもいいんだけど。え、動くよ動くよ、触ってみる。本当いいかな、ちょっとじゃあ触らして。ちょっといい、動くと思う当時のそういう流行ってるものを普通に着て普通の会話をして、そういうところが僕はうちの知見はすごく好きだったの。お知見とかねっていうと、どうかすると落語好きだと普段からね落語学長になっちゃったりするところ多かったりするんですよ。ね、にょなんつって見たりとかね、うん、たまりませんねなんつってね、お前学生なんだからよせよっていうなるじゃないですか。うちのねお知見はそうじゃなかったんですよ。で普通の学生が落語を騙されて入ったにしても、続けていって会があるつっちゃネタを覚えてやって、誰々が面白いとかって言ってるってこと、でも普段は普通の学生だっていうこと、それが健康だと思うんですよ僕は。予定通りだったら俺そばについてらんないけど、一人で埋める、その代わり頑張って。なんて馬に乗るの。救済馬もうボロボロ、普通だったらもうダメなんだけど、でもいい馬なんだ、味があって。桜肉ってんだけどさ桜肉って言うんだ頑張ってね頑張るよ。お知見の連中とは未だにつるんで、同期の連中は、うん、こいつ渡辺君と藤川君、うん、グロッキー渡辺とね、オタク藤川ですね。とにかくモノマネがうまかったんですよね。で、男子のモノマネとかちょっとしたその、まあ、炎症やったか新種やったか分かんないですけども、そういうのはもう入った時から持ってましたから、だから最初それ見た時、あ、やっぱりうまいんだなと思いましたよね、うん、ただうちの場合は好きな話やりたいって言っても 1,2 年の時は大体先輩がこう決められるからね、決めちゃうんで、好きな話やりたくてもできないところありますから。だから彼みたいにもうその当時からね、うん、落語にはもうだいぶ精通してましたから、そういうところでまあ嫌だった部分もあると思いますよね。自分のやりたい話がまあ3年4年になればできるんですけど、 1,2 年のうちはやっぱりね、決められた話っていうのがあるんで、やっぱり好きで資料とかいっぱい持ってたんで、先輩とかもなんか話の資料関係とか師匠のところ聞きに行ったりとか借りたりとか、そういうのは結構してたみたいですね。で、一番最初はみんな課題の話っていうのがあって、酒のカスっていうんです、短いやつなんですけど、それをやってる時ってそんなに実は突出してうまいなとは思わなかったんだよね、うん、まあ規定演技みたいなもんだから、うん、だからその時はなんか重いなぐらいしか思わなかったですけど、やっぱりそれでその後自分の話って選んでやりだしたあたりからやっぱり全然彼はうちらの中でもやっぱり頭一つも二つも抜けて、やっぱり違うなとは思ってましたけどね。それはね、素人は所詮素人っていうのは僕はもう学生時代からそれはもう持論で、極端言ったら20年30年落語やってるネタ持っててうまかろうと、1年前に入門した前田さんにはかなわないんだ、まあ、昨日入った前田にはかなわないんだ、そのてめえの人生かけてこれで食っていくんだって腹据えるか据えないか、腹据えてねえじゃねえかっていうね、好きすぎて落語というものが恐れ多くて、喋りで食っていく、落語喋って食っていくなんてそんな恐ろしい人生は送れない。ずーっと待って待って、もうそれを見て満場の客席がドッカーンと笑おうという感じでさよろうそくの炎が燃え尽きる瞬間に一瞬輝きをパッ
トマスと申しますが、そんなことがあるんでございましょうか。最終コーナーを回った瞬間に桜に行く、何かに見られたかのようにパラ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 、まるで何と言ったらいいのか今思いつかないぐらいの勢いでございます。ブラー。ただ逆に言うと、だったら素人だからできる落語があるはずだ。ましてや学生時代のその、まあまあ浪人しないっていう過程でものを言うとね、18から22歳っていう、とってもあの感性も鋭い時期じゃないですか。その時にあの知見でやってるんだったら、学生にしか喋れない落語もあるはずだ。で大学4年の時に、4年っていうかまあ正確には4回生っていうのかな、まあまあ学校的には3年生ですけども、お知見的には4年という時に、その学生落語の大会みたいなのが TBS 主催でラジオで一つあったのと、日本テレビ主催で一つあったのとで、それで両方ともそのさっき言った学生にしかできない落語っていうのがあるはずだという持論の上で作った新作落語で、両方ともまあまあ優勝させていただいたわけですよね。その時に俺の考えて、とっても臭い言い方をすると、青春をかけてやってきたことは間違ってなかったんだっていう、その時初めて噺家になりたいかもしれないっていう気持ちが生まれたんですよね。噺家にならないで一時サラリーマンやってた時はねえ、びっくらちょっとそっちの方が違和感がありましたね。いい話になるもんだと思って、そう思ってましたね。だからすぐあのまま定着まさかしちゃうのかなと思って、逆にね、サラリーマンになれるようなタイプじゃなかったですよ。あの現役というか時間は守らないしね本当に。だからうちら春合宿ってあの待ち合わせをわざとあいつのために1時間早くしたんですよ。そしたらちょうど帝国に来やがって、合宿だから怒ってましたけど。怒ってたね。就職してみたと。で就職する時もやっぱりその好きじゃない仕事だけどいやいややるとか、とりあえず食うためにしょうがないよとかっていうんだと、そのついた仕事に対して失礼だと思っていたので、やっぱりそれはそれでもって話し方と同じぐらいやりたい仕事を選びましたよね。今でも当時のことは楽しかったし思い出すし、だから嫌で辞めたわけではないですしね。一遍就職をして、それでもなおかつ辞めて、だからそのもうとても大げさに言うとね、野垂れ死んでもいいやっていう覚悟の決め方でないと話し家にはなれなかったですね。言わないでよ気持ち悪いじゃない。ごめんごめん。だけどこの子泣かないんだな。そうなのよ。お医者さんはね、心配ない、成功もいるからって言うんだけど、やっぱり親は心配だよね。おぎゃーって元気に泣いてほしいと思うんだけど泣かないの。本当だな。おい坊や、泣いてくれ。父ちゃんも母ちゃんも心配だから。坊や、本当よ坊や、泣いてみて。坊や、泣いてごらん。言われた官房がパチッと目を開くと、じゃあよ、こういうの教えてやろうか。落語界に代々伝わる全然流ナンパの仕方って教えてやろうか。そんなあんだ。
おり、あんだよ、みんなやってんだよ。小僧がいるんだよ、扇子。こいつをちょっと開くのな。で、手を下からこういう感じにして、相手の方を見上げるようにして、ちょっと肩を落として、にょん。彼女、驚きました。今日どちらいらっしゃる。何、青山六本木浦増し麻布屋なんか行くね、また。よ、大将、お供願いたい。にょん。絶対振られんぜ。なんかギャグをそれに来たんじゃないんだよ。なんかないかい、教えてくれよ。大体前さ、俺が話し家で口が甘いから、あの出稽古と言いまして、あの僕らの世界では、あのまあ師匠にばかり教わっていると師匠の真似になってしまいますんで、まあ他の流派の方、他の教会の方にもいろんな話を教われというふうに、言われております。初めて頼む商工師、初めてなもんですから、横についてるザラミが何の意味があるのか分かんなかったりなんかして、とりあえず食ってみたりなんかして、でたまにさっきも思ったんですよ、あの京太郎が前座ってるよみたいな、なんかすごい、あれ俺いいのっていう、京太郎師匠に落語を聞かせてるよっていう、すごいなんかたまにふって思うんですよね、いいのか俺っていう、正直もうファンですから、個人的な、高校時代からもう見てましたから。それがうまくいかないんですって言っちゃったらやる必要ねえよな、そんなもん、そんなもん否定すんなよお前な、うまくいかないのは自分が悪いんだよお前。正直厳しいですね。京太郎師匠に初めて稽古つけてくださいまして、でやっぱりもうすごい細かいところまで、あこの人はここまで分析してるんだな。友達なんかがね、お前がいいな落語家に、まあ、前座の時かなんかな、落語家になって自分の夢を見つけて、好きなことを見つけてそれに飛び込めていいな、俺なんかは見っけられないしとか、もしくはその俺なんかサラリーマンだからなっていう、そういう発言が僕はあんまり好きじゃなかったですね。そこで頑張ればいいじゃんか、サラリーマンっていう仕事は大変な仕事ですよ、うん、サラリーマンになる才能ってあるんですよね。逆に言えば僕はそういう才能はないんですよ。夢を持つことは大事だし、夢に向かって邁進するのは大事なことだし、若いんだからそういう気持ちを持たなきゃいけないんだけども、無責任にそればっかり僕は言ってられないと思うんですよ。夢で飯は食えないんですよ、うん、教えて教えて、うん、子供がいるんだよ、センスな、こうやってこうやってこうやって形で持ってこうやってで、にょん、彼女驚きました、にゃっていうところもガラッと変えるわけだから、で、え、にゃ、頭に描いた、にゃって絶対振らるぜっていうふうに落とすわけだから、こうやってもで、反対側の肩を落として下からこう、下からこう、そう、これもだから形で持って横横で、彼女を見ながらこう、いいよ、彼女、驚きましたっていう形のさ、そうそう。前座なんてタバコなんか吸っちゃいけないんですよ、修行中ですし。でね、浅草演芸ホールの昼の部と夜の部の間、前座働きしてる間時にね、あのタバコ吸って、かけるでタバコ吸ってんのめっかっちゃったんですよ。ええ、それで、あ、おはようございます、ご苦労です。お疲れ様でした。え、ちょっと取材がありまして、はい、ご苦労です。偶然ですが、入船亭扇橋師匠、さっきのお話の中に出ました、僕が中学校の時にうちの学校に来て饅頭怖いやって爆笑したっていう、もうその時の師匠です、扇橋師匠、ね、で今お話をしてた演芸ホールの昼と夜の間で全体でタバコ捨ててめっかっちゃったのもあの扇橋師匠なんです。ご苦労様です。ありがとうございます。こんな感じで終わります。サンドイッチ360円で、残り1つでございます。どうぞよろしくお願いをいたします。これが売れないと中入りが終わらないことになっております。どうぞよろしくお願いをいたします。おはようございます。ございます。ちょっと取材みたいなのがちょっと今日入ってまして、よろしくお願いします。おはようございます。ご苦労様でございます。取材が入った、お師匠さん方の美貌を。美貌
神様の師匠方なんですね。なんで隠れちゃうの。よろしくお願いします。三味線ここはトイレ。よっ名人。ほら名人。三一六人だよな。いろんなところに行きますとね、あんなことがあるんですか、こっちの方じゃ、東京じゃ分かりませんね、なんてそんなことを教わったりなんかするのが楽しいございますね。特に沖縄とか奄美とかああいう南の方に行きますとね、どうかすると住宅街の裏、当たり前のようにハブなんて蛇が張ったりなんかしちゃってね。おはよう。グッモーニング。つかぬことを伺いますけど、俺たちって毒蛇だよね。オフコース、俺たちは毒蛇だよ。それがどうかした。やべえ、実は俺さっきさ舌噛んじゃったんだよ。あまりこの小話に賛同を得られてないようで、遠くに行かなくてもね、近場でもいろんな経験したりなんかいたしますね。先日横須賀の方に仕事に行かせていただきましてね、帰ろうって言うんで電車乗って帰ろうって言うんで駅のホームでもって待ってたんですね。ただ海の方から品川に行く電車が来ましたよね、岬の方から。驚きましたね。目の前通過していく電車がね、真っ黒なんでございますよ、全車両が。あれあれ何かなと思ってよく見たらね、わかめとか昆布とかもずくなんてものがね、隙間なく全車両にびっしりまとわりついてるんでございます。これは異様な光景ですからね、思わず駅員さんに聞きました。駅員さん、何ですかあれは。はい、回送電車ですか。そういった。おはようございます。皆さん、おはようございます。タコです。おはようございます。おはようございます。イカです。
そう見えないかもしれませんけど、他に表現のしようがない。おはようございます。おはよう。みんな随分早いじゃねえか。早起きは三文と結構のことだぜ。俺かい。すまねえな、一緒に話をしてんだからね、脇に用があるんだ。そっちに回らしてもらうよ。じゃあね、あわよ。アナゴさんは江戸前だ。今のアナゴさんですか。私提灯あんこうさんかと思います。おはようございます。おはようございます。ヒラメです。おはようございます。カレーです。みなさん、古典落語じゃなくてすいません。今日はこの後何もありません。これが今日聞く最後の落語です。勘弁してください。次には古典をやります。お嬢ちゃん面白い。面白い。お嬢ちゃんがいるからね、こういう話やってるのよ。これからよろしくお願いしますね。お子さんはご贔屓が長いですから。彼はだからもともとプロとして通用する人と町のちょっとした面白いお兄ちゃんの差っていうのはもう歴然としてあったからね。だからよくプロなんかになるとか考えなかったのとか聞かれますけど、同期にその師匠がいたことでもう全くそんなことは考えなかったよね。そう、うん、私もそうですよね。あの今一般の社会入って聞かれますけど、やっぱり小原という存在、まあ京太郎がいたんでね、そういう抜きん出た人間がいますから、あのとてもプロの話かなんかにはなれないというね、その上がいるわけですから身近に。彼にはやっぱりあれだね、ホールをいっぱいにする落語家さんになってほしいね。そうだね。だからその独演会だとか自分の会だとかね、そういうのでこのうちね、東京ドームをいっぱいにするようなね、そうそうそう、仕草が見えねえよ。ごめん黒之助、お母さん知らなかったもんだから守ってくれたんだね、ありがとう。なんだかお前ほんの少し会わなかっただけなのに随分たくましくなったような気がする。亀さん、そう思いません？あ、そうかもしれない。みかんのおかげで一皮むけた。そうです。あ、だってもうその人の日でないと、直前でないと誰が何やったかわからないから、それを見ないとやっぱり決められないですよね。で今日もあの話をやったのは本当にね、あの一番真ん前にお嬢ちゃんがいたから、お子さん向けでこういう話だったらいいだろうっていう感じ。そのお嬢ちゃんがいたのはいつ確認してたんですか？上がる前、30分ぐらい前ですかね。それで、あの話だったらその、まあ普通のお客さんでも受け入れてくださるんで、で、今日前半に出た、僕以前に出た方の話とは一切かぶらないので。で、ただ枕でその、ハブの小話とか、回送電車とかっていうのをやったのは、あれで新作ができるかどうかっていうのを一応測ってるんですね。あれで反応がない場合には古典、まあ落語って古典ってイメージがありますからね、お客さんの中には。あれでどっと来なかったらじゃあ古典に行こうという感じで、で古典の方も一応ネタ決めてたんですけどね。てめえで飯を食って、てめえの好きなことを喋って、それで客が泣いたり笑ったり満足したりして帰る、そういう柳家京太郎ってうちの OB なんだぜ。知らないのお前、連れてってやるよって後輩が思ってくれるといいな。よーよー。